エルマンジ、光と共に岩行き。こんにちは。ニューヨークでフリーランス僧侶をしております中垣健実と申します。お元気ですか？今週はいかがだったでしょうか？結構ニューヨーク雪が降りましたね。まあ、今日も皆さんに元気になっていただく、心に平和平穏をもたらす、プログラムであれれば幸いに思います。今日はこの間のに引き継いで念仏パート2なんですけれども、なぜこうなったかと言いますと、実はこの間ね、念仏のをこうポンポンとこう普通になんでしょうね、不死とかなしで唱えるものをやったんですけれども、あれ結構ね、いろんな不死不死って言うとあれですけど、まあメロディーですね、いわゆるメロディーをつけて、まあお経なんかを唱えたり、またずっとね、まあもちろん棒読みでこう生阿弥陀仏生阿弥陀仏っていうような形で言うのも全然悪くないし、それが普通なんですけれども、同時にまあ歩きながらとかね、まあ、そういう時でもこう少しこう節がついたり、ね、そのリズムに合わせたりできると、またちょっとそれはそれで、いいものではないかと思いますね。だそういう形のところを少し紹介をしたいと思うのと、そしてまあお経をあげながらね、今日は少しそういうメロディー的なものを入れたいと思うので、どういう感じになるのか少しこう、まあ、体験していただければいいんじゃないかと思います。はい、それでは。Amida.
So, anyway, すいません。はい、いかがでしたでしょうか。そしてもう一つね、もう最初忘れないうちに言っときますけど、これこの間ちょっとね、横から見えててなんか気になってたんじゃないかと思うんですけど、これね T シャツを着てたんですよ実は。まあ、光っていう字書いたんですが、ちょっと忘れないうちにね、これあのこう見てもらうとこのね、万字のような感じになってますね、光もね。ちょっとこれ、見えますかね。この万字っていう字もやっぱり光を表しているんだっていうのをまずこの間も説明しようと思ったんですけども、そのために T シャツも着てたんですがね、はい、それをしてなかったので、で阿弥陀っていうのはその光ですからね、うん、それは少し申しましたけれどね。で、まあ、今日はそのリズムというかね、音楽的な感じですね。こうあのなんか踊り念仏というのが昔ありましたですね、日本でもね、融通念仏集ですか、またそのちょっと念仏はまた違いますけれども、まあ、そういうふうにいろんな形、実は二つ目の念仏ってあれ中国ですね、本当はね。だからなんか中国のお寺行くといつもそういう音楽の 念仏がスーッといつもこう流れてるわけですよね。だからそういうのを聞きながら、まあ、これもね、いや国が変われば違いますけども、やっぱり南無阿弥陀仏っていうのをいろんな形でこう伝える、だからそうすることによって、まあ、唱えやすく、またこう何て言うんですか、親近感を持つようになるんだっていうことだと思います。今日はまあそういうところで、あの、うん、念仏のパート2ということになってます。でこのいつもね、念仏南無阿弥陀仏っていうような言葉が一種の、まあ、リマインダーっていうんですかね、思い出させるものっていうことですね。だからこれをこの言葉を聞いて、あ、そうだったってこう思う、そういう意味です。念仏を唱えた時に、あ、こういうことを忘れちゃダメですよっていう感じでしょうかね。でそのじゃあ何をリマインドしてくれるのかっていうことなんですか。この先ほど南無阿弥陀仏の意味っていうのをちょっとね、無量寿無量光っていう、無量の光と無量の命っていう形の仏様なんですけれども、その無量の光っていうのは知恵の光であったり、そしてもう一つ、慈悲の心、だから知恵と慈悲を二つ表していくんですね、はい、阿弥陀仏の、うん、そうですね、ちょっとあれかな、ね、阿弥陀仏っていうねの名前、お名前を前、まあ、先日この間ちょっと説明したんですけど、アミターバっていう言葉とアミターユスっていう言葉が一緒になって、あのアミダっていう言葉になってるんですが、アミターバっていうのは無量の光ですね、今持ってるこの話しておる光ですね。そしてもう一つはアミターユスっていうんですけれども、これは命です。な、無量の命を持っている、だからライフですね。だからもう一個の L は本当はライフです、はい、ライフとライト、ね、そういう、無量の光と命、じゃそれって具体的に仏教では何を示すかっていうと、光はやっぱり知恵なんですよね。あの暗闇を破っていく、だから知恵によっていろんなものをこう見極めていくというかね、知恵によって、真実を見る。それに対して慈悲っていうのはどちらかというと、だから命を尊く思う心ですね。だから一つ一つの命が、まあ、輝いているわけなので、その輝いている命を、その無限の、慈悲によって包み込んでいく。20年前にちょうど、まあ、マンハッタンにおりましたので、その時に 9.11 に、まあ、遭遇したわけですけれども、いわゆる同時多発テロですね、はこの一つの、まあ、転機になっておりますが、その時ね、やっぱりこうもうなんだ戦争が始まるのか、テロがあって何が起こってるかわからないような時に、もう慌てふためくっていうようなところもあったりするんでしょうけども、なんかこうね、もう落ち着いて考えることができないとかね、そういうことがあるじゃないですか。まあそういう感じだったんですよね。
で、その時に、ね、なんか念仏がこう、南無阿弥陀仏っていう言葉が出てきて、あ、そうだって思ったのがね、やっぱりこう慌てふためくんじゃなくて、知恵の心だから、心を落ち着けて、まず、まあ、深呼吸でもしてっていう感じで、念仏でも唱えて、それから始めていこうっていう。だから、いろんなものにね、こう慌てこっちだあっちだっていう、こういろんな噂とかそういうものに、振り回されるんじゃなくて、しっかり見つめながら、ものが何が起こってるのかっていうのを見つめることをまず最初に考えようっていう一つの心になりましたよね。で、もう一つ、それが慈悲ですね。命の慈悲の方です。慈悲っていうことがまた大切なんだっていうことですから、こうね、怒りとかで、コロナでもちょっとそういうことが起こってますよね、いろんなところで。なんでこんなことになってるんだって腹が立ってるとかね。で、そういう時に、怒りの心とかが出てくるんですけど、それをちょっと抑えるというか、逆にもう少し相手のことを考える心、いわゆる慈悲の心を大切にしなきゃダメだ。そういう慈悲の心、優しさっていうものを持って接していく。怒りで接するんじゃなくて、慈悲で接するってことですね。知恵と慈悲っていうのが、自分が大切にしていかねばならないことなんだっていうふうにこう思いましたよね。じゃあまた来週元気で、今週もね、来週も元気で参りましょう。はい、じゃあ失礼いたします。